はい、みつおベータです。今日もね、みつおチャンネル京都会長にスタート。もう会長ロプロスって感じですね。誰もわからへんっていうね。バビラン2世ですかね。もとい。さあ、今回はどんな内容なんでしょうかね。それでは始まり。はい、みつおチャンネル京都です。メタル、前回はですね、オールナイト100本というね、15分ものをお届けしたんですけど、まあこれ正直ハードでしたね。もう実にね、編集に 4,5 時間かかったんですよね。まあまあ下手っていうのもあるかもしれんけど、まあ、何しとんねんほんまにな、仕事せえよっていうね。まあ日曜日でしたけどね。でそこでね、まあ今回はね、さすがにちょっとあっさりといきたいかなと思ってます。まあでもね、キャラ濃いからあっさり感出えへんですよね。ほっとけっていうね。さあさあ、今日はですね、みつおチャンネル京都雑学編シリーズということで、よろしくお願いいたします。皆さん、造幣局でね、作られている丸いやつってお持ちですかね。何やその言い方は。お金やっちゅうね、硬貨の方のね。ところがどっこいですね、その硬貨の表と裏ってね、結構ね、ご存知ない方多いんですけれども、ご存知ですかね。いやいや、そんなん知っとるわと思われた方いらっしゃると思いますね。本当に大丈夫ですか。結構ね、実は本当は間違ってんのにね、これ正しいと思い込んでることって結構多いんですよね。まあまあね、実際に硬貨をね、お財布から出してみて考えてもらってもいいですよ。まあ、それもね、なかなか効果的ですし、こらこらこら、ああ、しょうがない。もちろんね、まあ、その後、その硬貨はみつおチャンネルに寄付してくださらなくて結構です。何言っとんの。はい、そこでね、その硬貨のね、表と裏、一体どっちなんか、というね。はい、まあ、一時停止なども利用してぜひぜひお考えください。まあ、この後ね、すぐに回答編に移りたいと思います。はい、では回答編です。それではね、まずよくある回答例というのをね、2つ紹介していきたいと思います。まずその1、金額のない数字の書いてある方が表ちゃうのというものですが、これは正解ですね。やはりね、金額の数字って大事ですよね。それは気持ちわかりますわ。それはあなた、1円1よりもね、500の方がいいに決まってるじゃないですか、そんなもんね。それ1億とか書いてあったらもう最高ですよ。おいおい、そんな効果あるかいって、ね、しょうもな。言ったことを後悔した。こらこら、まだ言うか。はい、ただね、実はね、これ5円玉だけね、当てはまってるんですよね、これ。正解というか。で1枚だけ正解でもしゃあないよな。はい。で、なんで5円玉だけやねん、どういうこっちゃってな。これはまあいずれ、わかります。はい、次によくある回答例2つ目ですね。はい、金額の数字が書いてある方がね、裏で A が書いてある方が表やろというものです。どうでしょう、これよく聞きますね。私も昔これでした。はい、しかしこれも実は、はい、なんとびっくり、なんと垂直券、これ不正解なんですよね。と思われた方結構多いと思いますね。なんかテレビでもやってたとかどうのこうの、いやよう分からんけど、まあこれをね、正しいものと紹介してるのを、まあネットでも見ることあるんですよね。まあまあ確かにね、完全な間違いとも言い切れないけど、私的にはこれ間違いですね。惜しいんですけどもね、このルールだとやっぱりね、5円玉が当てはまらないね、例外になっちゃう。だって金額の数字書いてあるこっちね、5円玉、これ表なんですよ。また5円玉やね。おもろいやっちゃね、5円玉。あ、好きですね、こういう変わった人って。人じゃないって言ってね。さあ、じゃあ一体ね、正解は一体何やねんということになりますが、ズバリ、はい、製造年が書いてある方が裏。まあ、製造の年ですね。あ、この令和何年たら平成何年、これが書いてある方が裏というのが、まあ造幣局でもおっしゃってる、まあことですね。ですからこれが大正解ということで、大正解じゃないですよ。それは丹波哲郎や。こらこらこら、若い人わからんちゅうのよ。ではではね、実際に確認してみますね。まあこちらがね、表チームになりますね。はい、でこちらが裏チームですね。はい、裏チームでなんか怪しいな。まあやはり全てね、製造年が書いてある方が裏になってます。まあこれやったらね、ちゃんと五円玉さんも基準クリアクリアドゥクリアドゥ、おいおい、はい、まあね、これが正解ということで、正解の方素晴らしい、さすがですね。はい、
まあ他にね、まあ結果的にはこれも正解になりうるかなというのがまあ2つほどあります。まあ1つ目、例えばね、関数字でね金額が書いてある方が表というのも、これもね、まあ実はこの6種類の効果すべてこれ関数字でも書いてあるんですね。五円玉だけじゃなくてね、これ確かに全部表に書いてありますか。これもまあ一応ね正解と言えます。で2番ですけれども、まあ絵がある方が表ね。えってこれさっきのあれとちゃいますよ。間違いパターンの2つ目と似てますけどちゃいますね。あれはね絵が表で金額が裏って言っちゃってるのね。この絵が表だけではないんですよ。ですからまあこれ五円玉もよく見たらね、この稲の絵表にあるでしょ、うん、ですからこれも実は当てはまってますね。ただね、なんとなくさっきの正解というか、考えてくださいっていうところでね、絵がある方が表と思った方ね、それ正解やったやん、あかんのみたいにね、思わはる方もいらっしゃると思うんですけど、それはちょっとね考えが甘ちまりです。こらこらこら、やっぱりねここは正確に製造年が書いてある方が裏と答えられるかどうかが大事なんですね、うん、惜しかったらええ注文ではないんですよね、まあやっぱり正しい知識を持っていたというのが大事なことですから、それがまあ真実を知っているとそういうことですよね。まあ大層やけど、ちなみにですね、戦前とかね結構昔はね、まあ、例えばね、菊の紋章がある方が表だとかね決められてたんですよね。そういう時代もありました。でもまあまあこの菊の紋章とかいずれこれ、ねつけたらあかんことになったんですけどもね、はい、まあこういうのもね豆知識ということで、はい、ということで出た今日はねこの辺りで終わりたいと思います。あっさりでしょ。まあ天一もね、天下一品のラーメンもあっさりが、まあ、たまにはいいんですよね。まあ言うてもね結局はこってりに注文しちゃうんですけども、まあ、まあ人にもよるか。はい、やっぱり真実を知るということはね、まあまあ実に面白いことですよ。まあまあまあね、真実知らん方がいいこともいっぱいあるんですけどね。こらこら、今日はそれ言ったらあかん、言ったらあかん。はい、ということで、また出たな。今日のみつおチャンネル京都は、これにて、終わるリンボーダンス。最後まで言うんだな、こういうことね。はい、ということで、本当にこれでお別れです。さようなら。